今回ですね、このアボカドの種をですね、育てていこうと思います。今回はですね、この種をこの土の中にですね、入れて、そのまま水をかけて栽培していきます。とても簡単な方法なので、試してみてください。はい、このような感じで種を植えて、あとはですね、水をかけて、水をですね、乾かさないように定期的にですね、水をあげて芽が出るまで育ててください。